どうも、新宿アボイ金京です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。お年玉ね、あの前回話した、はい、あの年賀はがき、年賀はがきのね、はいはい、全然半年ぐらいありましたね。引き換えの引き換えが4月ぐらいまで、7月ぐらいまであるんで。なるほどね。皆さんどうなんですかね、見るんですかね、あのお年玉のやつ。まあ見る人は見るか。子供の頃見てたよね。子供の頃は見たけどね、見なくなっちゃったな。宝くじとかって買う？だから以上、ね、年末とかは買います。それはもう見た結果、いや結局ね、年末ジャンボを買うとしたらもう終わってたのかな。ほんでなんか、うん、違うやつ買ったけど、うん、あでももうあれかな、発表してんのかな、わかん、なんかもう買ってもなんかどっかで満足してるとこあるから。昔もよく買ってたけど、年末ジャンボだけは、結局見てないもんね。あ、うん、でもしかしたらその中に当たってたかもしれないしね。当たっててね、もうお金持ちになってた可能性も、うんうん、そういう未来もあったわけだ。あったかもね。残念でした。いやまだわかんない、まだ当たるかもしれないまだある、うん、買い続ければ。で、あと不意にバーッと歩いてて、あるじゃん、宝くじ売り場。こういう感じで不意にパッて買うぐらいが逆にいいんじゃないかっていう。何の無心でね、はいはいはい、買った方がっつって買うじゃん、はいはい、うん、無心すぎて見ないで終わるって。そう、見ないんだ。なんとなく、うん、見る時もあるけど。じゃあ別にあれだよね、買って満足してんなら、うん、結局道歩いててドブにお金、お札入れてんのと一緒ってことだよね。もう満足してるだけだから。まあドブにお札入れんのと宝くじ買うのはちょっと話違うでしょ。そんで俺ドブにお札入れないんだもん。でも結果見ないんだから。いや結果見ない。いやでも3000円10万円いや買っ3000円ドブに入れるのと一緒でしょ。まあちょっとあんまり直接的に満足感は満足感は全然じゃん。なんで俺ドブに3000入れて、で3000入れて、うん、速攻に落ちてるなんかガムとか、うん、タバコの吸い殻拾って帰るのと一緒じゃない、うん、いや全然違うし、なんでそんなもん吸い殻俺持って帰ってんの。満足です。満足としては、いや満足、いや どういう感覚なの。そんなんで満足するわけないでしょ。いや買って見ないんでしょ。だっていや見ない結果ね、結果見ないっちゃだけよ。買って、おじゃあこれちょっと当たったらあれだな、おいしいもん食べれるかなって、そういう思いになって数日過ごすでしょ。でも見ないでしょ。どぶにお金入れたって、いやこれでちょっとうまいもん食べようかってならんもんね。速攻に落ちてるガム拾って、うまいもん食べようかってならんでしょ。うまいもんなんじゃない、これ食べたら美味しいかもなとかって思うんじゃない。思わないんですよ。思う方がおかしいよ。だそういう難しいね。難しいっていうか、そういうもんでしょ宝くじって。いやで結果ちゃんと覚えてるときは、見るときはあるよ。それももう何回、あれ1年ぐらいなんでしょおそらく、うん、有効期間というか、うん、あれそういえば宝くじ買ってたよなと思って1年後近くに思い出して探してさ、うん、番号見て、うん、ああ外れたかとかっていうパターンもあるよね。だから引き換えに来なかった額で相当なるっていうもんね。なるっていうからね、うん、だからそういう金引きをパターン結構多いんだろうね。多いっていうか、買って満足しちゃうっていうのはね、うん、あとどこにやったか忘れる、うん、そう、うん、どうなんだろうね。神棚飾っときゃいいんじゃないの。あ神棚には今回のは飾った、うん、師匠の写真とともに。師匠の写真は神棚には置いてないから、うん、別のところに飾ってるけどなんで師匠の写真神棚には置かないよ、うん、それは、うん、笑いの神様でしょ。いやいや、まあ、それはそう、それは別のところに飾ってる。スピードくじはやんない。スピードたまにや、たまにかな。やるんだ、結構やるんだね。たまにね、暇つぶしに。うん、昔あれやってた、なんだっけ、ロト6、だからあの数字選ぶやつ。それだいぶ昔にね、あのジャック豆山さんとか、はいはいはい、キャプテン渡辺とかと組んでる時代、20年ぐらいかは買って、うん、毎週のように買ってたよね。当たらないよね、買ってたけど当たらない、うん、例えばさ高額当選したとするじゃん、うん、言う高額当選。で金京さんが、うん、まあ、1億とか1億当たりました、まあ、宝くじ買って見ました、うん、1億当たりました、うん、って言う。うわーって公に、公にもうツイッターとかで1億当たりましたみたいなこと。そう、まあ、ツイッターじゃなくても別にその芸人とか、いやーどうだろう、楽屋とかでさ、
や言わないんじゃないかな。言わない。言う？いや分かんないな。絶対言わない。言わないけど。言わない。言わないけど。言わない方がいいと思うもん。なんか当たったんじゃないかって思わせるような動きがする。急に羽振り良くなったり。まあ、車で来たりとか。うん、あれ伊沢さん。なんかあれ。ハイヤーで来たぞ。ハイヤーとかまあそれこそ駐車場車ね自分で買ってとか家買うとかさ。うん、そういう動きはすると思う確実に。ではもうそれあなんか宝石でも当たったんじゃねえのってなるよね。でも言わないけどね。うん、言わないけどもう素振りだけは見せて。なんそれ嘘くさいね。セリフ臭かったなよの随分。すいません、また録音中にちょっと電話が鳴ってしまいまして、ちょっと録音が途中で切れてしまったんで、今続きから急に喋ってるんでね。ええ、随分セリフ臭くなる。いやどうやってつなげていいか分かんないからさ。、うん、急に、うん、まあそうだな、うん、まあそんなおっぴろげたら絶対、まあ、言わない。絶対言わない。だ、うん、どのぐらいまで言う？家族には言う。まあ言うかもね。奥さんに言う。そうだね。うん、まあ言うでしょう、うん、その親は言う。まあ言うでしょうね。どうなの？1億当たったよ。ん？1億当たったよね。1億当たったら、いやどう、まあ言うんじゃないかな。いや、言わないかな。親にも言わない。いや、わかんない。もうそん本当にじゃあ奥さんだけ。だってさ、ああいうのってさ、指導を受けるわけでしょ？高額当選した人、なんか手引きかなんかもらって。ああ、なんか人生がね。そう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 。そうからね。うん、だからやっぱりそこをちゃんと守んないと。で、多分、いろいろあるじゃん。ああ。うん、だからその言われた通りにやった方がいいんだろうなとは思うね。、うん、言われた通りに言われた通りの方がいいでしょう。なんか急に事業起こそうとかしない。いやなんか事業金木なんかはスナック開いたみたいな。スナック開くの俺あったかろくじゃん。だってだってとか全くそういうことしないってことじゃあ本当にじゃあ貯蓄に回してってこと。いやどうするんだろうな。あっいろんなとこだ、いろんなとこ異常な回数いろんなとこ旅行行きだしたら当たった。当たったって思えばいいってこと、うん、じゃあ、まあ、だから動きはでも動き変わってるじゃん。そうなると完全にもう、うん、毎週末どっか行ってるぞみたいな。分かりやすくなって一緒じゃん、うん、俺とそれ。まあでもどうだろうな。なんか急に街を元気にしたいとか言い出して飲み屋いっぱい行きだすとか。街を元気にしたいじゃねえ。まあでもさ、1億でしょ。まあ、まあでももう一等当たりはもう今1億じゃないのか。5億、6億。なるほどだけど、うん、使い切れないだろ、1億なんて、今の生活って。1億、今の生活だったら使い切れないでしょ。ああまあまあ、ちょっと裕福にできるぐらいじゃない。ああえ、1億でしょ単純に、まあ、雑草食ってんのが、道端の雑草食べてんのが、河原の雑草に変わるとかね。いや、そういうの関係ないでしょ。別に1億当たろうが一緒でしょ。だってえ年間でも年間1000万で10年だもんね。1000万使ったとして、ね、使ったとしてね。でも使うことなんかないじゃん。年間1000万って言ったらまあ月80何万か、うん、まあ今の生活してたらまあそのまあ40万だとして、まあ40万でまあまあ別に普通に生活できるもんね。余裕でしょうね、今から比べるとね。ということは1億で20年いけるよ、そのままで。今の生活を変えなきゃ。うん、月40万で20年いける。40万かかってる、月。かけても大丈夫って話だよね。だからそれ以上、だもうもっと切り詰めたらもう1億ずっとあと30年ぐらい。うん、だから70いくつまでいける。40万かかってるの1ヶ月。いや、じゃあ単純計算をしてるわけよ。じゃあ私じゃないよ、今の話。じゃあ例えば月40万使ったら1億で20年生活できますよっていう計算を言っただけ。いや、はい、違う、もうもっとしたよ、そんなもん、生活費は、はい、うん、かかんないよ、40万。40万もかかったら俺破産してるわ、もう。それで、っていう計算。だからもっと、もう今の生活水準に合わせんだったら30年とか35年ぐらいいけるじゃん。いるでしょ、一緒。うん、うん、そう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 。変わんなければ、ね、変わんない、変わんない、まあ、絶対変わるけどな、そんなもん。どう考えても、1億円持ったら、うん、ちょっとタクシー乗るとかしちゃうんだ。奥さんにも言わなかったら変わんないよね。
本当に自分だけしか知らないっていう、まあね、隠れてステーキ食べに行くぐらい黙ってられるかっていう問題、ね、黙ってらんないんじゃないのすぐ言うだろうね一億当たったぞ家買おうってなる家買おうってなるのかねなんでか北海道買いたいから賃貸だもしかしたら他の部屋も借りる可能性あるなあーなるほどねでもそう考えたら多分なくなっちゃうねいろいろもしだからよく1億円ぐらいだとすぐなくなっちゃうって言うもんねその当たった人でもさ1億、いろいろやっちゃって1億稼いでる人はさ、うん、破産してる感じないじゃんうん、テレビ出てる人とかさ野球選手とかさ、うんうん、まあでもずっと1億はずっと続くわけじゃねえか加算してる人もいっぱいいるか、うん、まあまあだからそういう暮らしをしちゃってああ下げれないよねそう落とせなくなっちゃってねああそのパターンあるからね1億だから稼いだら一番下のグレードにすればいいんだろうな多分ビニールシート、うん、ビニールハウスになればさ、うん、もう破産することないじゃんまあないねうん楽しくないだろうけどまあそうねまあそんな夢の話はいい加減にしましょ う, う、ね、こんないついつまでこんな夢の話してるいやいややばいよいい大人がいや夢は持った方がいいですけどね宝くじ当たった話一番やばいと思うもし1億円当たったらどうする子供がする話やでもこうやって喋ることでちょっと夢は膨らむでしょ一瞬でも膨らむけどすぐ現実戻る、ね、現実戻るからねもう停止ボタン押したら現実よ、うん、じゃあまあそういうことでありがとうございましたありがとうございました。